お疲れさんです。疲れた。はい。疲れ、これ見てよかったねって。いや、わかんないよ。まだ今 DM 送ったばっかだから。来たよ、すごいね。いや、わかんない。今 DM 送ったばっかだから。お疲れさんです。疲れた。これったん配信。今これってどこで配信してんの？お疲れさんです。これの配信見た。今どこで配信して、今ツイキャスやってんの？最高。ノコさん、速度制限。青小じき。ノコタン、これ、ニコナーミッタ、お疲れ様、ライブお疲れ、こんばんは、行動力すごい、何が？ YouTube、今 YouTube ライブやってんだ、ツイキャスじゃなくて。一応なんか DM さ、なんかさ、飛ばせよってなんか言われたからさ、これリスに。ノコさん本気なんだね。いや、これが YouTube ライブで話進めようかなって言ってたよ。あ、そうなんだ。あ、じゃあ、俺からさっき DM 送ったよ。一緒に天下取ろうぜって 今日何人ライブ来た？ 1000 人。え、行動力って何が？のこの音楽はすごいって。あ、本当に？あ、褒めてくれた？いや、これたやっぱツイキャスの王だからね。のこの楽曲はすごいよねって、これさ。あ、本当に？俺だってさっき、このツイキャス始める前に、一緒に天下を取ろうぜって、これに DM 送ったんだけど、それ晒したよ。いやいや、全然。いや、でもまあまあ、ふざけてるわけじゃなくて。いや、ちゃんと僕は、真面目にやるよ。のこは音楽の才能あるって。いや、僕は真面目にやるよ。本当に。のこさんの曲褒めてました。本当にこれ、いや、これはいいやつだよね、やっぱな。のこじゃ、これたんはやっぱ、キングだよ。前はこいつ決めちゃってるとか言ってたのに。いや、これたんとは、ね、これとはやっぱさ、長年の仲だから。こんばんは、つかえさん。声しんどそうじゃん。これさんとのこと、いや、まあ、これさんのコラボって、いや、これのアイドルグループの、いや、積極的に売名してこ、そう、そうなんだ。当たり前だろ。積極的に売名していくよ、この野郎。見る目は、いや、けど、これがさ、けどさ、俺の曲を褒めてくれたっていうのはマジ言ってんの、あいつ。俺の才能、え、これマジで？初見です、これ。え、ちょっと待って、これリス今いるの？まあ、いるか。なんかさっきいたもんな。え、本当に言ってたの、それ。これが、ね、俺の曲はめっちゃいいね。天才だよ、ノコは。って、あいつが言ってたの？あの口が。ノコはお声気をつけて悪い顔してる。曲はオリジナルセンス。あ、本当に、天才って言ってたよ、マジかよ。いや、あの子、いや、だってさ、ツイキャスの王からさ、ね、ツイキャスの王から天才って言われたら、それは確かにさ、嬉しいよ。才能あるって言った。あ、本当に？あ、いやいや、このアーティストさ、すごいって言ってました。あ、本当に？あ、いや、これた、いや、僕もね、ツイキャスの王だと思ってるんで、ね。いや、これは僕も、お互いやっぱ、よいしょよいしょ、気持ち悪いけどさ、べた褒め。いや、お互い、なんかべた褒め気持ち悪いけど、俺もこれは認めてるからね。まず配信者としてもさ、何にしても。リスナーめっちゃ増えそう。いや、それが目的じゃないから。これを使って、俺のな、しがないな、リスナーをな、カリスマだって言ってた。え？カリスマだって言ってた。ツイキャスの王様に、リスナー数2万人とか3万人とか集める人に、カリスマって呼ばれたの、僕が。え、マジで？今来ました、マジですか？いや、だからこれが俺のことを天才アーティストって言ってる。褒め合い、お互い。いや、けど、一緒に天下取ろうぜって、俺は別に DM 送ったんだけど、え、結構あいつ、ま、え、あ、あ、ガチな話、初見でいい方、いや、残っちゃうって何が。いや、そんなに、それか、いや、ちゃ、それじゃない、売名のためじゃない。これを使って、ね、僕はコレタンを使って売名しようとかじゃなくて、純粋に一緒にコレクトを、これがやってるね、プロデュースしてアイドルを盛り上げようぜって。いやいや、マジ。のこさんが天下取る日も近い。いや、ちゃちゃ、俺はいいんだよ。俺はあくまで裏方。俺はあくまでバックギター。ね。ミュージックステーション出るときは。あくまでバックギターだよ。そうそう。来れたいい売名ツール。違う違う。売名ツールとかで使ってるわけじゃないよ。ちょっとだよ、それは。売名？いや、売名とかこれをね、売名にして、ね、ツイキャスで新しい新規ファンをつけるぞとかね。そんな、あくどいこと考えてるわけねえだろ、俺が。なあ、コレタン使って売名。そんなことないよ。僕はコレタンはツイキャスの王だと思ってるから、マジで。あと、長年の仲だから。これは。いや、マジ。だって、これと、お前ら、だから何回も言うけど、これと俺ってさ、
だって昔から付き合い長いんだよ、10年前から。いやこれマジで、うん、壁薄いからお声気をつけて。いやここなんかどうでもいいよ。いや俺本当にマジで、そう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 、 10年前からもう付き合いだから、配信者としては。うん、電波が、あ、電波が合ってないか、電波悪いね、電波こっちはいいです。はい、クソ売名中、全部言ってるやんけ。売名中、いや、売名じゃない、昨日銀さんに声普通に聞こえますってね。いや聞こえるっしょ。音聞こえない、なんで音聞こえないのこれ、なんで音聞こえないやつがいるんだよ。おい電波悪くねえぞこっち。うん、それ言ってたよね。いや なんで電波、あの音聞こえない人いるの。うん、入り直したら戻った。あ、入り直して、はい、電波、あの音聞こえない人は治った治った。あのこっち電波悪くないから。うん、これ外で雑談した方がいいのかな。うん、売名でも良いと思う。のこさん全員殺してここに来て。え、僕そんな殺人鬼じゃありません。うん、いや外で雑談しよっかな。なんかここだったらマジ確かにね、千葉銀壁薄いって言ったからね。うん、外行こうかな。うん、ポレタンもやる気だね。いやけど俺のこと褒めてくれたの純粋に嬉しいなね。うん、あの売名雑魚野郎がよとかよ、ね、あの売名ね、売名こじき野郎がとかさ、ね、そんなこと言われんじゃないかと思ったけど、普通にナチュラルにこれ俺のこと、俺のアーティスト性を褒めてくれたんだ。再生いかないそんなことは言ってなかったどっちだよ。うん、のこさんの曲で世界を救います。はい、今ここでこれには気をつけろって何が、なんでツイキャスの王だよ。気をつける必要なくね。うん、マック行かない。いや、歩いてる。ちょっとこれはだってちゃんとしてるよ。あいつ配信者としてだってちゃんとしてんじゃん。普通にもう眠いから寝るね。いや待てよ、お前めちゃくちゃ俺がん、お前とんでもないライブし終わった後だぞ俺とんでもないライブし終わった後にこんなに元気に配信してんのに、なんで寝るんだてめえらよ。おいザコ、おかしいだろとんでもないライブし終わった後にこんなに元気にツイキャスやってんのによおかしいだろ。うん、これの配信見たことないです。嘘でしょ、コレタンはあれで王様だから面白いよ。コレタンの配信は私も寝すい、声がだから外行くわ、ほんと元気。うん、今日足怪我しちゃった。疲れてないの。いや配信やったらね、のこさん疲れてるよ。疲れてるけども配信始めた瞬間にハイになるもう病気だよな、配信始めた瞬間にハイになる。うん、マジで出血大丈夫ですか。あーけど足は足大丈夫、福岡大丈夫だから。これの配信面白いよな、普通にな、常識もあるし。あいつこれリスはちょっと一部は立ち悪いけどさ、うん、ちょっと外行くね、なんか多分うるさいから。うん、お土産のとこどうした、どういうこと、あ、これどういうこと。うん、ほう、兄貴さす。うん、顔も怪我した。いや顔怪我してないよ俺、顔に書いてるんだ。うん、ちょっと外で雑談、散歩配信すんね、散歩配信。うん、鍵閉めないのって、閉めるわけないじゃん、ロックンローラーがよ。ロックンローラーが閉めるわけないだろ鍵。うん、お散歩配信します。だって中だったら千葉銀がうるせえうるせえってさ、のこさん、抜くせ、苦情が来ますよとかさ、抜かすからさ、そう、うん、だから外でちょっとね、雑談するわ、散歩がてら。今ちょっと電波あれ、はい、電波、これで蘇りました、はい、うん、暑さでかい、噴水、外寒くない？あ、てか、雨止んでよかった。雨止んでよかったわ。うん、千葉県うるせえかな。いやいや、ホテルの Wi-Fi？ なんていうこと？はい。雨は大丈夫です、今。はい。よみがえりました。あ、ちょっとなんかね、エレベーター乗ると、外寒い。あ、ちょっと寒い。ちょっとだけ外寒いわ。ちょっと雑談のために、今外出てます。はい、雑談のために。はい。もうホテルバレとかもうどうでもいいわ、もう俺。はい。サイズ行かない。
うん、行かないよ。あ、俺携帯充電器忘れちった。ちゃんと携帯充電器忘れちった。うん、いつ帰るのって何だ。あ、帰らねえよ。うん、こんまま福岡行くんだよ。ドキュンみたい。あ、今金髪だからでしょ。うん、やれよ、ほんと金髪だからドキュンみたいだからさ。これイオンあるんだよ、ここイオンモール。今何パーセント？ 80%。 充電なくなったらまたホテル帰るね。うん、今充電な。こんばんは、楽曲提供ワクワク。いや、まだわかんないから。あ、ドキュンに気をつけて。あー、気をつけるわ。ちょっと待って、楽曲提供の件はちょっとあれまだわかんないから、あの今俺これこれにさ DM したけどさ、実現するかはちょっとわからん。でもこれこれは俺のことを天才アーティストってね、のこはね、天才アーティスト、独創性がある天才アーティストだって言ってくれたんだろ、ツイキャスの王が。いや嬉しいな。俺ディスられると思ったからね。うん、話進むといいね。いや進むんじゃない、だってこれこれがだって俺のこと認めてくれてるんだから。うん、ヤンキー要素、楽曲提供すごい。雨止んでよかったね。うん、うん、のこは音楽の才能があるって言ってた。いやだからさ、これ実現するっしょ。え、これだって絶対実現するっしょ。うん、いやコレクト、ちょっと俺マジで、あのこれこれとコレクト、ちょっとね、あのね、あいつのこの曲嫌いじゃなかったっけな。あれさ、昔は俺の曲ディスってたよなあいつな。これこれって、これこれはあの昔俺の曲ディスってたよな。いやいやいや、まあ昔と今は違うから、昔と今は違うから。そう、手のひらくるくる。いや、そう、ディスってたよな昔の俺の曲な。いやでも昔と今は違うから、そう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 。あと薬決めてるだろとかさね。いや昔と今はだからお互いね大人になりましたからね。ライブもディスってたな。まあ今はね王も丸だから お互いね大人になったからさ、まあそこは仕事はちゃんとできると思うよ。ホルモンみたいって言ってた、忘れた。これこれさ、アメとムチがすごい。いやでもまあまあ、もうお互いねやっぱね大人になったから、これこれもね、のこのこも大人になったからちゃんと仕事できると思うよ。うん、多分ね。うん、同い年ぐらい。ああ、これこれもだからあいつ年上だろ、36歳ぐらいで。俺33歳だけど、うん、まあ同い年、あいつのがちょっと年上だな。うん、のこのこってもあるよ、29歳、これこれ27。27、29って29、27、28、29、29、27、26。なんなんだよ、新生ドラッグちゃん言われてたよ。いやだからそれはもうさ、3年、4年前の話だろな。3、4年前の話だろ。これこれもお金と権力を持ってな、大人になったんだって。うん、年上じゃないじゃん。20、あ、いやこれこれ29歳なんだ。いや あいつって俺、いやさっきの冗談だけどさ、え、これこれって29なんだもう。え、マジで。うん、サイゼリア行かない。いや雑な配信、あのホテルだとさ壁薄いからさ、だからあの散歩しながら雑談してるだけ今。うん、え、にしては、いや、ちょっと俺のが若く見え、ちょっと待って、え、これこれって29歳なんだ。俺まださ、マジで、あの27歳、26歳、7歳だと思った。まあ26歳か27歳、会ったことあるの。いや、会ったことは3回ぐらいあるかな、これこれは。うん、まあちょっとした友達だわね。これたんでかいよ、めっちゃ3メーターぐらいあるもん。俺身長2メーターぐらいあるんだけど、これこれはマジで会った時びっくりした。あいつ身長マジでかいからね。これこれ30代に見える。太ったからでしょ、若く見える。いやいや、マジでマジで。うん、のこのが若いよ、20代とか。いやいやね、あいつ29なんだもう。うん、もうマブダチだから。でこれから楽曲提供とかになってくるとね、あのコレタンとコレタンのコタンってね、あのタッグを組むようになるかもしれないからね、夢が広がるね。うん、俺配信者だったら、これこれだったら、あとはミズニャンとかもいいんだけどね。いやでもね、そういう配信、まあこれこれとか全然絡んでもいいよね。ユニット区、コレタン、ノコタン、ミズニャン、うん、ノコタン、コレクトに楽曲提供だね。いやいや、急遽それはマジでマジで全然ちゃんと真面目にやるよ。ふざけた曲作んねえから。それは真面目にやる。
仕事として、うん、俺もちゃんと別にこれ、あ、そこに関しては真面目に話すけど、俺は本当にそういうのに関しては今まで楽曲提供やってきたけど、本当に、ま、真面目にやりますから。ミズニャン、ミズニャンはだってかまってちゃん大好きじゃん。ミズニャンね、ミズニャンもありがたい本当に。いやいや、マジで提供するのってのが当たり前じゃん、するわ。いや分かった、向こうがいきなり頭、タンスに頭ぶつけてね、残って誰みたいな感じになったら破談になるけど、そんなことがない限り多分大丈夫でしょう。ヘキトラの曲良かった、うん、記憶喪失だから、そういうことがない限りね、楽曲手は抜けないとか、違う、僕はちゃんと仕事としてはまあ本当真面目にマジでね、が、ま、もう本気でやるよ、うん、本気でやりますよ。ああ、お疲れ様です。お茶ばかりです。本当にあるのこちゃん、そういうところ性格全てを大好き、マジかおめでとうって。いやだから、でも分かんない、だから何があるか分かんないからね、ね、うん、今はだからさ、さ、ね、のこちゃんお疲れ様です。あ、ライブお疲れ様。はじめ社長からもオファー来そうね。はじめ社長から俺ツイッターいきなりフォローされたからな、最近な。はじめ社長さんね、ヘキトラの曲良かった、ありがとうございます。曲作りにはマジ当たり前だろ。人生は雨止んでる、雨止んでる、うん。柴田の塩ソングガチで、だから柴田使ってないっしょ俺のやつ柴田使ってんのかなあいつな。俺本気で曲作ったんだけど、柴田に対してさ、プロレスのさ入場曲、柴田今でも使ってくれてんのかなあれ柴田プロレスやってるのって何がプロレスが本業で YouTuber がお遊びだよ柴田っていや柴田俺結構あれ本気でやったんだよ。結構俺愛情込めて、あの PV 好きね、 PV も作ってさ柴田アイズリアルレジェンドはさ使ってくれてんのかな。使ってら使ってらあれ、あガブは1000円チケット、ああそや、いや、ありがとうございます。あ楽曲提供楽しみです、ありがとうございます。楽曲提供ちょまだわかんないけどね、熱血そうインターネット、あいつ絶対忘れてるだろ柴田。熱血インターネット男子ライブでやって、いや柴田 YouTuber とか何御用達、あー俺、いや本当だよね、いや俺本当ね、フィクサーみたいになってってるよな、うん。 YouTuber に楽曲、あの曲めっちゃ好きなのに、のこさんでく、優しいな、おいて何が柴田、あ青じゃん、言えよお前ら、青じゃねえかよ。御用達ね、あ、御用達熱血インターネット男子、あ、いいらしい、何それ右下サイズで分かるよサイズリア、いちゃん、お腹空いてないからあんまり、うん、俺そんなお腹空かないから。フィクサーみたいになるよな、 YouTuber とか配信者。柴田さんも個性で、いや柴田はまあ柴田でいいんだけど、あいつほんと使ってんのかな、使ってないと思うんだよな、うん。まあまあとりあえず口に出したら本当になってく、いやそうだよ。だからさ皆さんね、僕みたいにね、僕のこと改めてさすげえやつだと思ったろ、配信でね。だからさ、もう本当だって昨日とかじゃん、昨日とか2日前にじゃんね、これにさ伝えとけって、お前らコレクトにさな、楽曲提供したらお前ら伝えとけって、そしたらもう実現する、この行動力ね、のこさんのこの行動力だよ。うん、どこへ向かってんの岡山駅いやてかもう岡山駅何回行くんだ、行動力だよこの行動、早かったね。まあインターネット、いやいやそれはこれもね、ちゃんとはやっぱお前らありがとうね、ちゃんとね、これリス、うん、これリスかお前らかよくわかんないけどさ伝えてくれて、あどんどんすごくなんのわかんない、いや実際問題けどさ、俺コレクトがさどのぐらいまでさなんかさね、ちゃんとめちゃくちゃ調べてるわけじゃないからさ、危ないぞってどういうこと、すごいな、桃太郎壊しに来てねえよバカあ、けど夜景綺麗じゃない、夜景綺麗だね、うん、なんか昨日より綺麗じゃない、コレクトもう歌ってるの、いやコレクトってだってライブやってんじゃん、ライブやってる画像は見たよ、うん、ライブやってる画像。のこの仕事歌詞から楽曲提供になるんか、何が、いやいやいや俺別にバンドもやるけど楽曲提供もねいっぱいやりますよ、はい、
地元だ。コレクトって何人いるんだ。あのなんか、じゃあね初ライブそろそろ、いや初ライブもうなんか俺画像見たよ。うん、5人、あそう5人だ。初、そう初イベで、そう俺画像見たんだけど800人ぐらい集まって、そう結構集めたよ800人。俺画像見たんだけどマジで初ライブで800人ぐらい、そうめっちゃ人いた。うん、初ライブだよアイドルの。800人ってやばくない？初ライブで。桃太郎じゃない。夜景綺麗ね。夜景、寝ます、休みます、絶不いける。誰の初ライブ？あれ、これがアイドルプロデュースしてるコレクトのやつ。俺画像だけ見たんだけどさ、結構なんかさ、人いてさ、有料のライブ知らねえや。そら知らねえ。有料、無料のライブでもけど800人ってすごくない？うん、これメンバーの一人なんだから、これまあわかんないけど、詳しくはまあお前らこれに聞いて。何よりも、これがね、実現するかはまだわかんないから。ね。うん。まだわかんないから。うん。まだちょっとね、これがだから頭打っていけない記憶喪失になるかもしんないから、ね。お前誰って。ね。うん、私はここ、あなたは誰みたいな感じになるかもしれないだろう。な。うん、800人はけど俺すごいと思う。これメインじゃなくて、それは、あ、けどこれも歌ってるらしいよ。楽曲提供結構俺けどやっぱね、いや俺はけどマジガチだから楽曲って結構なんか人いんな。うん。ノコ何、あの、お前誰、うん。これとノコ仲いいんだ。いや、マブダチだよ。うん。だってこれとだって俺10年前からだってインターネット上で知り合いだもん。いや、マジ、これはガチで。うん、デジャブ。本当にデジャブだよな。俺何回岡山駅来てんだよこれ。なあ、新生かまってちゃんのさ、俺がさ、世界の終わりと仲がよ俺が、キャリーパムパムとか仲がいい俺が何回岡山駅来てんだよ。本当におかしいだろ。うん、来すぎだろ。なあ、うん、あんまり反応ないわ、うん、めっちゃ見られてるよ。あんまり反応ない、うん、アピールタイム。あんまり反応ないの、うん、ひどい自慢だ。ひどい自慢だ。あんまり反応ない。無関心。嘘でしょ。こんな、いや、イケメンとは関係ないでしょ。うん、ねえ、チャリぶっ飛ばして岡山駅行きたい。岡山新生か待ってちゃう、ただのキレてる人。今日のライブ良かったです、あざす。はい、今はライブ終わりでいきなりこうやってあの外配信してますよ。うん、声響いてる。今来ました、来れた、マジですか。だから、マジのすけよ、コレタン。うん、マジのすけよ、コレタンは。うん。うん。いやー、電車乗らねえよ。お前、電車乗ったらやべえだろ。電車乗ったらやべえだろ、お前。これと会うのって会う。今、岡山だよ。うん。電車乗るわけねえだろ。今、終電だろ、しかもこの時間帯さ。かまってちゃんファンが寄ってきそう。ああ、別に全然、握手があったらするよ。ノコは徘徊してんの。違う、マイスリー聞けて嬉しかったです、ありがとうね今日。はい、あのね、僕ね違うんだよ。だからホテルで雑談したかったんだけど、ライブよかったよ、ありがとうございます。あのね、僕ねホテルで雑談したかったんだよ。あのビジホで、あのビジホのホテルが普通にあの、あ、見てる？今日ライブ行きました。あ、ありがとうございます。おっさんじゃない、お兄さんに、ありがとうございます。ありがとうございます。今日ライブ来てくださいます。ありがとうございます。え？何？見てる。ありがとうな。うん、ありがとうね今日。また来るよ。ありがとうございます。うん。ありがとう。男とつ。久々の男とつ来たね。大体女なんだけどね。うん、よかったね、かわいい、すごい男とつ久々だね。ガチリスナー、
よかったよ見てる、ああとついいね羨ましい、男は嬉しいってだけ、いや別に男より女の子が嬉しいに決まってんだろ何言ってんだよ、うん、陽気な女の子が嬉しいに決まってんだろまあまあいやどっちも嬉しいっすよ、男でも女でも、嘘です嘘です、男でも女でもあのどっちでも嬉しいっす僕は、はい、はい、いやいや素直じゃなくて、いや本当に本当にあのどっちも嬉しいっすよ、はい、どっちも嬉しいよ、うん、特に男で凸する人来てくれる人ってさやっぱり珍しいからさ、おおってなるよね、おってギャルでもいいよ全然、うん、おっさんいや、うん、そうだな、うん、よかったね、嬉しいね、嬉しい嬉しい、どっちもいける口、うん、トツシを全然握手ぐらいするよ、うん、今だからさホテルが壁薄いからホテルで雑談配信したかったんだけど壁が薄いからさあの仕方なく今歩きながらさ雑談してんだけど、うん、ホテルでむしろ、ね、あのベッドで、ね、寝たまましたかったよ雑談よ、うん、黒ギャル何やおっこい言われんだって言われねえよ、言われた時はそれはもう殴られた時だろう、うん、この時間なんかよ言われる時は殴られた時だろう、寒くないのか寒くない、はい、外で雑談新しいだって仕方ねえじゃん、しゃあねえじゃんなもんさ、マイスリー最高かわいそうに風邪ひかないで、いや寒くないって、うん、そうお腹空かないですか、空かない座ればいい、声大きいもんね、突チャンスどっかにされバーン肌荒れてる、あらおなお茶お腹すかね、ああコンビニ、あけどコンビニは最後行く、あお茶福岡行かんね、あざすお茶がアザス、はい、東京めっちゃ寒いんだ今、おライブお疲れ様です、あざす、あんな壁薄いホテルあるんだよな、あるんだな本当にな、あ電池 67% 残り、うん、電池ちょっと残量なくなってきたら普通にホテル帰るわ、いや最後はやっぱりセブン、お茶箱ありがとうございます、お茶箱ありがとうございます、お茶箱ね、ちょっと待ってあれこっからどうやって向こう行くんだ、ちょっと待ってもう戻、もう電池の減り早いよ、追加さってっと、お茶箱ありがとうございます、はい、壁ドン、お茶箱残りで1日どれぐらい食べんの、いや俺全然食べないよ、うん全く食べないよ、お疲れ様です、ありがとうございます、お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、東京めっちゃ寒いんだってか関東、うん、ホテルのロビー何かお茶ックス、ありがとうございます、はい今日は何か、いやセブン、いやいやお茶ありがとうございます、はい今日バーナーとマックで終わりってなんか、お茶今日バーナーとマックとあと、いや違うあのね、あの駅弁食べた、あの楽屋のちょっと駅弁食べた、明日のラジオ生放送だと思う、ライブ最高でした、ありがとうございます、お茶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 ありがとうございます、最後におちゃらけちゃちゃちゃんで、はい駅弁、あ駅弁だ、関東だけはずだ、あ暖房入れたんだ、ええー、今日結構食べてる言い方、おちゃらけおちゃ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 、残す男性性欲しかないっす、楽屋の駅弁、あだから楽屋の弁当、あおちゃらけちゃちゃ、楽屋の弁当、あお茶ばかりです、あお茶らけ、ライブ最高でした、おきゃまた来て、うんまた行くよ、オフパコすんなよってしねえよ、そんな元気ねえよ今日。疲れてんだっつーの、のこさんお疲れ様です、はいわちゃわちゃわちゃ、はいぶどうも食べた、食べたよ、はいいやでもセブンは行きますよ、はいお口だけ元気、うんお茶パコってなんだよ、お茶パコってやお茶パコってドンキョーって行かないてか充電 65% あったからまあまあ大丈夫かな、何買うの成分、駅でかいですよ、ラジオの予定ないの福岡で、だからあるあるある、福岡でラジオの予定あるって、福岡でラジオやるよ、うんラジオ明日ラジオ出てから福岡、いや違うあー違う違う福岡着いてからラジオ確か、うん桃食べてない、ゆっくり休んで、あとねお茶パコってなんで駅がでかい、駅でかいよ、ってか人結構いるんだけど、めっちゃなんか昨日より人いるね、昨日はけどあれか深夜2時とか3時だからか、うんじゃあ朝早いよ、明日朝早いよ、うん明日朝早いっす、うんひげちゃんと剃れよって、もうしょうがない、もう33歳ぐらいになるとさやっぱさ結構ひげ剃ってもさあんま剃り、今真っ暗になった、分かったそろそろ帰れっていう、今、ま、なんか真っ暗になったね、うん見られてるって、違う違う平日なのにね、
ひげ濃くなった。なんか剃ったんだけどね。大変でした。お疲れさん。疲れてるって何が？いやでも配信やってる最中はね、僕はもうトランスモードに入ってるから大丈夫。なんかね、配信やるとね、疲れが吹っ飛ぶんだよね。ね、配信やると疲れが吹っ飛ぶって何なのかな、これな。いやさっきまで疲れてたよ、ライブ終わり。マジで。昨日見れんかったわね、ちょ。何、風呂配信する？やります、やります。じゃあ毎日やって、配信やると楽しくなっちゃうし、トランスも新生かまっちゃうの、やっぱさ、のこさんだからさ。だからさ、すごいやっぱりね、トランスモードに入るよね。お疲れ様です、ありがとうございます。逆に疲れそうなり。やっぱみんな新生かまっちゃう知ってるから。新生かまっちゃう知ってる。今日情緒不安定すぎる、俺やばい、めちゃくちゃ情緒不安定。やっぱ新生かまってちゃうのさ、のこさんだからね、やっぱね。でもやっぱ名前はね、なかなかね、知られてるね。いや、振り向いた人は絶対、え、あの新生かまってちゃんって絶対なるっしょ。名前だけみんな知ってるからね。あの新生かまってちゃんがまさかまさかあの新生かまってちゃんがね、あの新生かまってちゃん、え、嘘でしょ、岡山駅にあのナルトのあのナルトのってナルトのな、新生かまってちゃんがまさかこんな岡山駅にいる、嘘でしょ、あの進撃のってああ疲れた、はあ疲れた。岡山駅認知症調査、今んところ誰にも話しかけられてません。まあ配信見てるやね、おっさんには話しかけられたけど、配信見てないやつとかね、たまたまとつはいないね。ね、誰かとつしてか、いや違う、たまたまとつが一番さね、うわっみたいになるじゃん。それはさ、とつの人はさ、とつの人でさ、別にさ、いいけどさ、それはやっぱみんな配信見てとかで来るわけじゃん。昨日いた、ああまあ昨日いたね、声とつ。俺もう雑談するためだけに今外出てんだよ、マジで。岡山綺麗だね、岡山綺麗。岡山、ほんまにのこさん、すげえ、おいおいすげえ、おいおい親父狩りにやってる、おいおい、いや親父狩りやってる、今ツイキャスやってる、のこさん、親父やし、あ、ツイキャス、のこさん、マジっすか、あれ、顔映っちゃう、おー、すげえ、のこさんや、あ、え、めちゃくちゃ僕、新生かまっちゃうんすけど、あ、マジっすか、はい、すげえ、もうびっくりしました、すげえ、なんで岡山に、え、のこさんっすか、なんで岡山に、あのめちゃくちゃ新生かまっちゃん好きと申しましたよね。のこちゃんちょっと一緒に写真撮って、のこちゃん言うて、あ、僕今あのツイキャス中なんで、あの写真はあの遠慮してるんですよ、はい、あ、もう撮っちゃいました、お前撮ってんねん、お前仕方ねえよ、え、のこさん、お前何しに来たんですか、ライブ、お前めちゃめちゃ新生かまっちゃん好きなの、なんでお前死んねんだよ、じゃあライブだよ、ライブで来てる、今ライブ終わったんだよ、え、あのドアノブ舐める人はどこ行ったんですか、ドアノブ舐めるやつはあれ今寝てる、寝てんすか、すげえ、やってよ、お前知ってんのに、ちゃ新生かまっちゃんめちゃめちゃ好きだったら、見ます、あ、めちゃめちゃ好きなわけじゃないんだ、めちゃめちゃ好きだったらお前絶対今日ライブやってること知ってるはずじゃん、めちゃめちゃ好きです、あのタイマーズ風でテレビ出たやつ見ました、え、すげえ、あれでしょ、あの放送事故って言われてた、ほんまに、え、すごいじゃないですか、え、すげえ、何がすごいじゃないですか、ほんまやん、ほんまやんって、ほんまだよ、あんまりねえぞ、俺はここにいることは、ない、え、なんでライブかなったん、いや、僕ら仕事してたんですよ、あー、仕事か、そっか、また来てよ、なんか、いや、行きますよ、また岡山も来るから、千葉銀さん、何してます、え、千葉銀さん、千葉銀、あいつやめたよ、やめたんすか、あいつやめた、全然ファンじゃないじゃないですか、僕全然知ってないっていう、全然知んないじゃん、ライブも来ねえしよ、なんだこいつ、酔っ払ってんのか、え、今もう終電、
いや、岡山、僕ら大阪出身で。あ、大阪出身なんだ。岡山です、岡山です。あ、いや、出張、出張、あ、出張なんだね。なるほどね。のこさんやと思って。いや、おのこさんですよ。2年生や。もう声だけ聞こえて、わ、のこさんやと思って。怖い、声やっぱみんなあれなんだ、まあ、やっぱみんな俺の声で分かるんだ。声でのこさん、声で俺で分かる、声で分かるんだ。声で気づいた。マジか、俺そんな声でかい。でクソでかかったっす、ほんとに。あ、ほんとに。ナンパしてたの。音量間違えてんかなと思いました。びっくりしました。あ、そうなんすか。でもびっくりしました。いやいや、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。いやいや、ほんとに。ありがとうございます。酔っ払ってんの？酔っ払ってるし。いや、もう全然シラフですね。いや、今シラフなんだ。これからどっか行くの？これからもちょっとここ飛び込もうかな。お、マジかよ。俺もね、5年前飛び込んだんだよ。飛び込んだ。でもね、やめた方がいいよ。これは迷惑かかるから。全然飛び込ますよ、僕やって。いやいやいや、迷惑だからやめた方がいいって。いや、もうこれめちゃめちゃ。やめた方がいいって、やめだよ。お前飛び込んでも俺はあっち行っちゃうから、配信映さないで。いやいやいや、飛び込まないっすよ。いや、僕子供いるんでちょっと飛び込まないっす。泣いてます今頃。子供はもうとっくに泣いてんだろ。びっくりしましたもん。マジで悪ノリが、酔ってるね。いや、酔っ払ってない。いや、酔っ払ってないでしょ今。酔ってないっすよ。うん、エビアンしか飲めないっす。エビアンしか飲めない。いや、明らかに顔真っ赤だけど。岡山今日泊まりですか？あ、岡山今日泊まりで、って福岡行く。明日。そう。え、でも僕ほんま高校時代童貞で、ロックンロールが鳴りやまない聞いて、涙流した文在なんで。あ、マジで。ほんまに。アートね。一時期本当に。マジか。のこさんがスタンドバイミーを小山田総平さんと一緒に歌ってる。ああ、そう。YouTube。総平と。何回も見ました。マジか。アンディモリ最高っす。ああ、あの役中。役中、役中。ああ、なんだ、さあ、ごめんなさい。ああ、いや、そういうもめんね。嘘です。いや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 、そういくんとね。そう。いや、そういくん最高だよね。あいつをまたさ、やったりするからさ。マジっすか？そうそう、大阪でもどっかでやるかもしれないから来てよ。行きます。いや、マジ、ライブ来てよ。また。はい。いやいやいや。乱入しちゃって。いや、全然いいよ、いいよ、いいよ。むしろ嬉しい、嬉しい。のこさんじゃないかなと思って。いやいや、もう本当に嬉しい、嬉しい。びっくりしました、本当に。いや、なんで俺もこんなとこいるのかなって、自分でもさ、わかんないんだよ。いや、俺も自分でもわかんないんだよ。またドアノブ食べさせてください。ドアノブ勝手舐めてるバカ。本当に。ありがとうございました。早く消えろ。うぜんだよ。早く消えろ、ボケ。いやいやいや、ありがたいね。なかなか離れないな。うぜえな、本当に。アンディモリ、あ、やけどなんかね、やけど普通に嬉しいね、なんかね、ね、なんか昔ね、ロックンローラー鳴りやまないで聞いてくれてさ、感動し、泣きましたとかさ、コさんだったんで、いや、コさんってか別に分かんないけどさ、今すっかどうか分かんないけどさ、でも嬉しいよ、マジで。うざかったってのは、まあ今、酔っ払ってたんでしょ、今。酔っ払ったんでしょ。いや、でも嬉しかったよ。リア充になると構って卒業するんだね。わかんない。リア充、あ、子供いるって言ったな。声とつ、声。まあまあ、飛び込めようって、いや、飛び込んだら俺まで巻き添え食うだろう。関西人乗りだった。いや、全然、俺別にそんなうざいとかなかったよ。ちょっとうざかったけど。はい。ね、確かに、そう、嬉しい。ギャルだけを突した。いや、別に握手ぐらいあったらしてるよ。さっきのやつ隠し撮りしたかったけどよ。なあ、酒臭かったし、知らない。もうどっちも何でもいいよ。なあ、もう、はい、千葉ギャルやりました。握手だけ、あ、まあまあどこでも握手だけはしますよ。はい、写真とかサインはしませんが、あ、今の突は仕込みです。はい、足りめえだろ。あんな、なんかいきなりノリいいやつ、俺のなんか配信出てこねえよ、マジで。のこたんどこ行くのって。いや、違う。だから今はあのホテルがね、雑談すると、あのね、壁ドンならぬ、あの昨日だからパイプでさ、鉄パイプでドーンってやられたからね。そんぐらい壁が薄いんだよ、ビジネスホテル、俺が泊まってるところ。だからさ、あの今外で仕方なく出て雑談してんの。鉄パイプでドーンって。いや、あの今日の朝あったじゃん。俺がなんか雑談配信したらさ、鉄パイプでさ、ドーンって。やばくない？この怖すぎでしょ。だから、そう。だから、あの、しゃーなしに、今、外で雑談してます。殺しにかかってる。怖い。千葉銀、かわいそうにね。隣はメンバーじゃないんだ。エギアス、鉄パイプやる。怖い。あと何%？ 58% なんで、まあ大丈夫です。はい。
どうしよっかな。まあこんな感じかな。まだまあまだなんか別にうろちょろしよっかな。てかなんかコンビニは行きたいんだけどね。岡山ってなんかないの？なんか岡山駅なんもない。岡山綺麗だよね。そうそう、めっちゃ綺麗。うん、岡山駅セブンは行くよ。サイゼマジサイゼリア。お腹はねそんな空いてないんだよな。うん、またそう。岡山行ったらローソンあるよ。いや、それあるよ、パラシュート。うん、のぼちゃんのは気分転換。うん、あさって、あ、なんや、ドリンクバー。疲れたんじゃないってね。いや、けどね、配信やってる最中は不思議と疲れないんだよね。ハイになるから、なんかわかんない。これはやっぱみんなそうだと思うよ。え、あーあらさす、はい、見てるよ見てるよなんだ今のおばさん見てるよって言ったままどっか行っちゃったいつもお前を見てるよって感じの言われ方したんだけどなんだ怖えな。うん、見てるよっていやでも多分配信見てる人でしょ多分。うん、チャリンコでチャリトツね、見てるよって見てるよでそのままさーって言っちゃってどういうことだ本当に。声かけて終わりいやわかんない。今のは一番不可解です。うん、一番不可解だね今のね。いやうん、新しい突スタイル、怖いわって。いや全然いや、いい人ですよ。うん、いや、ありがたいけどね、本当にね、マジでね。うん、迷惑かけないようにしてる。うん、いや何でもありがたいよ。今日突多くないって当たり前じゃん。もう岡山駅にいるってだって言ってるんだからさ。そうだろ岡山駅に新生かまっちゃんいるって言ってんだから、そんなもん当たり前だろなもんや。うん、あーちゃん、あ、お疲れ様、お疲れ様。お疲れ様。あとは。のこさん飲みに行かないんですか？行かねえよ、バカ。一緒に行きましょう。行かねえ。もう全然。ん？カルーアぐらいやったら怒るんで。あ、いや、酒飲まない。俺、俺ライブから、あ、違う、福岡でライブあるから。あ、明日ですか？そうそう、明日じゃない、明後日。うん。いや、もう行けたら行きます。え、あ、マジで？大阪なんですけど。あ、大阪、本当に？魂だけ。魂、いや。どうにかしようかな。あ、じゃあどうにかして。どうにか思います。うん、とりあえずありがとうな。ありがとうございます。ほんまに、もう、1枚だけ写真いいっすか？ダメ。いや、絶対いいっすよ。配信ちゃダメなんだよ。じゃあ、ビデオで、じゃあ。あ、いや、ダメ。ビデオで？配信ちゃダメって決めてるんだよ。いや、そんなん。そんなんって、だってもう他のリスナーが、今、ツイキャスやってんだよな。せちがらい。こんな関係ねえんだもん。せちがらいこと言わないで。せちがらいじゃしょうがねえだろ。俺と喋っただけだろ、この野郎、てめえよ。せちがらいっすよ。お前、俺と喋っただけだろ、この野郎、お前。せちがらいっすよ。お前、何今、撮ってんじゃねえ、この野郎、てめえよ。捨てるんだよ。この携帯割るんで。何言ったお前。あざす。あざすじゃねえよ、お前。おい、お前、酔っ払ってんのか、おい。酔っ払ってないっすよ。酔っ払ってんだろ、この野郎。おい。ノコファン。あ？え、なに？エノン君？ノコファンっすよ。誰？友達？エノンじゃない。エノンはちゃうよ。友達？連れ。あ、連れやつ、あ、連れ？みんな。あ、そうなんだ。いや、ありがとうな。ええ。お疲れ。こいつはどうにかしろよ、お前よ。え、そのイヤホンで何？本当によ、ぶち殺すぞ。何聞いて？うん？アバ聞いてました、アバ。アバ、そう。うん。アバやってるすわ。まあ、とりあえず、ありがとうな。ありがとうございます。飲みは飲まないから、とりあえずまあライブはまた本当に来て、大阪。てか大阪俺やるから。大阪すごい。てか大阪やるから。大阪なんですよ。え、じゃあ違う、あの来月。え、マジっすか。うん、来月やるから。どこですか。大阪の、まあ調べて。大阪の、うん、調べろ。公園とか。は、公園とか。公園、ワンマン。うん、公園じゃん。ライブハウス、ビッグキャット。うん、あ、なんかそういうとこ。あ、もうすごい行きます。うん、もう行きます。うん、ちゃんとあれ調べて、あの、ぜひ来て。もう行きます、本当に。大阪ソウルドだよ。あ、ソウルドだと。なんとかして、なんとかしてください。ああ、なんとか。チケット2枚。あ、だからソウルドアウトは近づいてんじゃん。じゃあ2枚、じゃあなんとか。え、だからソウルドアウト。ソウルドアウト。うん、なんか、いや、そんな僕、英語とかわかんないんで。え、英語とかわかんないんで。何？英語がわかんない。知らねえよ、そんなの。ソウルドアウトってんだ、この野郎、てめえ。なんも仕方ねえだろ、なんもや、この野郎、てめえ。おい、絡みすぎだろお前、俺には。この野郎、全てが悪い。おい、酔っ払ってな、この野郎。いや、ほんとに。はぁ、おい、エビアンしか。なんだこいつ、おい、なんだよお前。いや、ほんとにちょっと愛情表現間違えてます。間違えてんだ、てめえ。おい、ムカつくんだよ今よ。いらっしゃったよ、ほんとに。ムカつかんといてください、ほんとに。うっせぇ。愛ゆえのやつ。うっせぇ、死ねぇ。ぶっ殺すぜ。好き
ぶっ壊しとくれ、ぶっ壊しとく、死ね死ね死ね、うっせ死ね、うるせ死ね、カスボケぶち殺すぞおい、おい死ね死ね、バカアホが死ね、クソがよ、ムカつくんだよ本当に。よなんだあいつ、よあいつからんか、うざがらみすぎだろこれ本当に。よぶん殴ってやんぞあいつ、あ酔っ払いだろなあ、あれ完全に酔っ払いだろあいつ、やなあ、あのああいうさ、なんかさ酔っ払い大っ嫌いなんだ俺よ、ねえほんと悪ノリさ、うざすぎるだろ勝手にさ写真も撮りやがってや、なあほんとによ、あいつなんだよこんな、おい舐めてんのかほんとによ、やりすぎだろ、いやガチやんって当たり前じゃんなもんよ、うん、あ帰ろう、いやもうあいつな、あなんか絵のみたいなやついたからさ、まださなんかさ、うん、なんか和んだけどさ、うん、いや別に大阪人が悪いとかじゃなくて、なんだあいつ、ただ酔っ払いだろあいつや、ほんとにや、こっちの話聞かねえでや、こんなやろ、ムカつくわ本当に。いや別に盗撮ムカつくとか言うよりも、まあ100歩譲って盗撮はいいよ、もう100歩譲ってそんなもんは。ただなんかさ、すっげえなんかさ、うざがらみみたいなさ、俺ああいうのだっけあんだよ酔っ払いのさ、マジで、ああ、ああいううざがらみあんだよマジで酔っ払いのよ、ああ、本当に、やふざけんなよ、アジア。ああ。冷やかし。完全におちょくってたよな。普通にな。え？ああ、すいません、すいません。はい。ごめんなさい。ああ、ああ、顔映してませんよ。ああ、全然握手だけだった。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。また来ますね。ありがとうございます。はい。お疲れ様です。ふざけんなよ、ほんとさっきのやつよ。今みたいにさ、感じで来ればいいのにさ。な、今のが普通なんだよ、ほんとによ。マジよ。あ？ああ、わあ、また別か。ああ、ああ、今。ああ、はい、大丈夫です。ああ、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 ありがとうね。ありがとう、ありがとうね。またね。ぶち殺すぞ、ほんとによ。え？いやいや今のはなんかわかんない、なんかいや今わかんない、かめっちゃいいトツに見えてない、いや違う違くていい、まあわかんないか、なんかまあどうでもいいや、トツだらけ、まあまあ俺も悪いんだけどね、まあその岡山駅ってもう場所がわかってるからさ、しゃあねえじゃんそんなもんさ、うん、サイゼでワイン飲まねえよ、だからライブがあるから飲まねえっつってんじゃん普通に、うん、その福岡で、あの寝る前は俺はさウイスキー飲んだするけどさ、基本的に飲まねえよ、うん、ドリンクバー飲みな、もっかいチャリのおばちゃんまあ俺、まあ俺もいけないけど、まあまあまあ、でもさっきのうざがらみたいな本当にムカつく、マジでありえねえ、クソムカつくわ本当にな、うん、久々にあんなになんかめちゃくちゃ発狂してあの皆さんすいません、ご機嫌な、いやあのすいませんね、俺もめちゃくちゃ発狂しちゃって俺もうマジでムカついた本当さっきの、うん、見ててもいやいや発狂、いやいやなるだろなもん、いや本当に、いやあれはみんなイラつく、あまあまあイラつく、いやね、酒飲んでなさ、うざがらみほどさムカつくもんねえんだよ本当にマジでよ、なあ花火大会うん、手出したらお前やべえだろお前今手まあまあそんな向こうがまあまあすんね、まあまあそんなこと僕はね絶対しませんよ、手出したりとか、うん、あいつらシラフなわけねえだろあいつらシラフなわけねえだろ
もうさあ、トツの人ですか。すいません。はい、あざす。お疲れ様です。今日来てくれた人です。あ、お疲れ様です。めっちゃいっぱいな、ちょ。俺は常識人だったかどうかわかんないけど。疲れた。ちょっと、まあ、充電 50% あるから、ちょっとまだ全然ね、全然俺なんかさ、最初のテロップと全然話題違うことになってんな。トツ何人目ってやつしなくて、まあ、それは合うか。全然話題違うことになってるよね。これホテル戻ったらさ、壁ドンされっからさ、パイプドンとかさ、コレタン忘れたよな。疲れてると逮捕ありざんしたおっさんにもらった。ああ、ありがとうよ、さっきの人ね。ありがとうな。やっぱチンゲついてんだよな。トツ多いね。いや、それはトツ多いだろ、こんな場所だってみんな分かってんだから。コレクトか。まあそれはもうコレクトはいいよ、もうその話。もう店入れば、だってお腹空いてないもん。コレタンを思い出そう。いやいや、もういいよ本当に。まあ実際問題、これこれのやつはさ、コレクトはちょっとさ、どう進むかちょっと分かんねえからさ、 DM 飛ばしたけどさ、ジュース飲めばジュース飲みたい。ジュース飲みたい。ちょ、自動販売機ねえの。ちょ、喉、ほんと喉乾いた。ほっぺにチンゲついてる。何が、俺が。シーセンのも。てかコンビてかコンビニ行きゃよかったな。ポカリか、自販機とかコンビニ。こっち絶対ないっしょ。なんかこっちなんかあれじゃない、ふ、てか風俗、ちょっと待って、ここちょっとやばいとこじゃない、風俗街じゃない、ここ結構風俗街っぽくない、なんかここちょっとやばい匂いがするから僕は行きません。何もないよそこ。いや、あるだろ、めちゃめちゃ。いや、なんか結構なんか風俗街っぽそうな気がするんだけど、あんま行くのやめよう。この先は危険な香りがする。千葉にするの怪しいね。この先ちょっとなんかこの先はちょっとなかなか。あ、コンビニあった、コンビニあったからコンビニ行こうぜ。はい、大魔王、急速大魔王じゃねえよ。そこをまっすぐ行って行かねえよ。行かねえ行かねえ。とりあえずお腹空いてないけど喉乾いた。炭酸でシュワってやったら気分落ち着く。いや、気分はもう落ち着いてるけど、ちょっと喉乾いた。何ジュース飲むの。あ、いや、わかんない。ガリガリ君食べねえよ。頼む。ガリガリ君夜中に食べるわけねえだろ。ちょっと待って、どこにあるねえな。CC レモンが飲みたい。何買う？いや、だから、あ、よしよし、お疲れ様です。お疲れ様です。俺なんか最近もうなんかオウム返しが多すぎるだろ。すいませんね、お疲れ様です。普通に天然なんだけど、普通に天然で、なんか俺最近オウム返し多すぎだろ。ノリがいいおっちゃんでよかった、ノリがいい人でよかったわ。シーシーシーレモン飲みます。スタッフって何か、いや、店長か何かだよ。いやー、まあとりあえず明日、まあシーシーレモン、あけど明日、まあ明日のやつはまあいいや。シーシーレモンちょっと飲もう。ビタミン C C レモン買います。はい、バナナはいいよ。バナナはいい。店長かな、どっちってこと分かんない。ターンは店員さん。この枕は大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、そのままで大丈夫です。1000円からでお願いします。ウエストポーチ出せって、バック出せ、かっこいいだろ。876円のお返しです。あ、はいはいはい、すいません。ありがとうございました。お疲れ様です。
バック、ビッグバック別にそんなダサくないっしょ。シャメは大丈夫なわけねえだろ。なんだよ、さっきの VK のやつじゃねえかよ。おい、一緒に撮ってもらうこと無理っすか。あ、無理っす無理っす、今配信中だから。アクシャーキャッタいいよ。アクシャーキャッタいいよ。あ、俺のこと知ってんの。ヨコさん、あ、知ってんの、マジで。なに、バンドやってんの。バンドやってんの。バンドやってんの。いや、やってないんすよ今。何やってんだよ。顔写していいの。いいっすよ、いいっすよ。うん、明らかに VK バンドだろこれ。うん、なにこれ、これ何、武器。はい、武器っす。あ、武器なんだ。うん、うん、できる。え、何やってんの仕事。 VK バンド使うじゃん。え、なに。ああ、ありがとうございます。はい、うん、ドキュンか VK か。あ、すいません、ありがとうございます。あの、今日来てくれた一つは、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ちょ、もう、あ、ありがとうございます。もうトツ多すぎだろ、なんかもう。うん、オタクがん、もう VK じゃないの。いや、なんか違うって言われた。うん、うん、ライブ行きます、また。あ、来てくれた人ですか。ありがとうございます。あ、全然いいっす。はい、握手はどうぞ。はい、はい、結構多いな。ありがとうございます、また来てね。はい、うん、結構なんかめっちゃ多いな。めっちゃ多いな、なんかマジ今日凸多すぎないね。今日凸めちゃくちゃ多すぎでしょ。うん、場所分かるとすごいね。いや、今の多分たまたまだよ。うん、今のなんか人は、うん、まあけどライブ来てくれた人だからね、そりゃそうだわ。配信途切れるレベルというか、いいな、私も握手してほしい。いや、だから握手だけだったらするっつってんじゃん。うん、大島よりバンドボーカルだ。あ、落ち葉からずさ、うん、女の子安心するなりが。野呂さんモテモテですね、当たり前だ、スーパースターだんだから。うん、喧嘩とつ町で草ってどういうこと。喧嘩とつ町じゃないよ。うん、声とつすごいいいな。スーパースターの子ちゃん前髪散ってる。CD もたくさん買ってもらったらよかったです。おい、お茶なんでシャミはダメって。何か、そういうね、あの契約を結んでるんだよ俺は神と。まあ落ち着けや。あ、いや落ち着いて、ちょ、あ、ちょ、一回飲んでいい。一回飲みたい、どっかで。ベンチねえかな。うん、ベンチってか、まあここら辺でちょっと一回、あ、濡れてんじゃねえかこの野郎。お茶ばかりさんす。はい、ちょっと待って、濡れてるな。ちょっと濡れてないベンチねえのかな。どっかで座って飲みたい、本当に喉が渇いた。うん、はぁ、あ、雨降った後だからね。ベッドないかな、おやすみね。あっちは座ったのも、うん、またドンキホーテ来ちゃったよ。お茶かありがとうございます。はい、のこさんミッキーの服着てない。あー、着てるわ。はい、地元リスナーさんラジコン掃除して、いや俺別に分かるよ、ホテルは、ホテルの場所は分かる分かる。だからホテルに帰ったら普通にあのパイプで壁ドンされるから、だから外で雑談配信してるんですよ。お茶ばかりございます。はい、あちゃあちゃあさ、うん、めっちゃぐるぐるしてる。だから今雑談配信してんだよ。別に俺外配信したいんじゃなくて、今日の目的は、いろんなことあったけど、あの本来の目的は雑談配信なんだよ。ホテルで雑談配信したかったよね、ながらよ。うん、そうそうそう、ありがとうございます、お茶枠。うん、ベンチないかな、サイズでサラダ食べよう。うん、明日何時起き。あ、明日は全然まだ大丈夫だよ。うん、ありがとう、えらい外でやって。だからなんか壁がめちゃくちゃ薄いからさ、鉄パイプ来ちゃうからさ、マジで回りすぎだって仕方ないじゃん、行くとこねえんだからさ。うん、行くとこねえんだから。岡山駅前からペパーラウン意外と遠い。あ、そうなんだ、疲れてんのにありがとうよ。チェックアウト何時な、チェックアウトは何時だっけ、なんか忘れた。あー、多分 10時か11時じゃん。うん、モノくんの部屋だから関係ねえって。そう、深夜パベンチがねえじゃねえかよ。どっかで座りてんだよ。どっかで座りたいんだけど、なんかベンチがないんだよね。プロシュート食べたい。勝手に食えよ。あー、福岡行くん。あ、福岡行くよ。明日福岡行くから。あー、なさそうやね。なんかなさそうだね。ちなみにイオンあります。はい。桃太郎の辺しかね、あそこらへん。行きたくねえよ、岡山駅んとこよ。さ、お前この流れでまた岡山駅行ったらさ、あ、赤だった。あのさ、この流れでまた岡山駅行ったらまたさ、
なんか同じことになるだろう。また変なやついっそう。いや俺もそんな気する。てか変なやつじゃなくてまた同じやついっそう。次はぶん殴っちまうよ。イオンの前なんかトツかな、嬉しっこか、えっ怖い。まだ俺であのドキュン。いや別にドキュンじゃない、俺のがドキュンだろ。どっちかっつうと俺のがドキュンだろ。本当にさ、だから行きたくない。ダメだ、人がいないのよ。酔っ払い、そう酔っ払い、メガネリーマン、そうメガネリーマンとか多分まだいると思うからさ、そうそうそう。いや別にさ、彼らもさ彼らでさ、別に俺のさ、俺らのさファンだからさ、そんな悪く言わないよ。俺はめちゃめちゃブチ切れたけど死ねとかブチ切れたけど、まあまあ言うてさね、やっぱさ好意はあるわけだからさ、こっちにさ。俺もちょっと今落ち着いて反省してるわ。さすがにあそこまで言う必要なかったわ。うん、ぶっちゃけて言うとマジで。あそこまで言う必要なかったよね。いやだって向こう向こうだって俺のことを普通に好きでしたってさ言ってくれたからさ、ね、取り意味だし、おやすみなさい。うん、いやちゃんと、いやいやいや普通に反省するっしょ。うん、一応ファンではあるんだから。うん、過去形でも関係ねえよ。ちょここ座るわ、もうちょ飲みたい。はあ、すごいな。ちょっとライブ終わりでまさかこんなことになると思わなかった。うん、森がうざかったねって言うけどさ、まあいろいろ、なんすか。あーライブ、あーありがとうございます。全然本当にもう握手だけだったらいいんで、本当に何回も言ってますけど、はいはい、いいです。ライブありがとうございます、今日来てくれて。また岡山行くんで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どんどん来る、光の加減がいけない、どんどん来るね。まあまあいいよ。休む暇なし、ノゴガール優しい、ロックンローラーすな。あ、けどやっぱなんかわかんない、ライブ来てくれた人は結構多いね、今日ね。シーセンレモン飲む。てか喉乾いた。また来た。あ、いや全然本当握手だけど、マジでいいんで。あ、大丈夫、あ、大丈夫だったら全然いいんで。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、マジですか、ありがとうございます。抱かねえよ。それは残されたら嬉しいよ。断られた。いや全然全然、優しい、ライト漏れてます。スクショタイムです。金髪が目立つのかな、わかんない。いやだから岡山駅近辺しか俺歩いてないからね。今日岡山に行った人ならまあそうだね、みんな居場所わかるっしょ。うん、めっちゃかっこいいやん今日。いや俺けどもう黒髪にしたいよ、本当にドキュンみたいじゃん。単なるヤンキーだよ、さっきみてえなさ声が静かになったっていうか、マジでちょっと取り乱したわ。そうパニックになるんだよ俺。そう頭がうわーってパニックになるからさ、やああいう時、そう金髪あと時々、本当は黒髪、いやけど俺も黒髪に染め直したいよ今。いや反省はしてます、反省してる。だってさっきのやつも言うてファンだもん、リーマンも。だから俺もちょっと反省するわ。死ねえとか言ってるもんね。さすがに申し訳ねえ。ああ、はいはい、ああ、まあ、はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、全然握手しなきゃった、はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。めっちゃ楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。あいさつ、あいさつ。ゆっくり休み。あ、あいさつ、あいさつ、あいさつ。はい、あいさつ。はい。すげえ来るな。新規ままで、あ、けど坊主にはしないと思うよ。うん、握手会みたいになってる。冷静になるわけです。まあ言うてもう全員来るんじゃない。まあ言うてけどあれ岡山駅から近いからね。神対応って別に握手はやったら全然するって。こんないい人いますかって。坊主やんないの、今は坊主はねやる気分じゃない、わかんないけど、とりあえず黒髪に染めたい。やっぱドキュンみたいだもん見た目。
やっぱさね、土方のヤンキーのやっぱさ、土方のヤンキーみたいじゃん。なんか休憩、土方のヤンキーの休憩みたいな感じだよね、これね。脳からレイプされないように気をつけます。はい、だからさ、嫌なんだって。明日福岡何すんの？観光して帰るよ。うん、さっきライブ行きました。ああ、ありがとうね。さっき、さあ、やっぱライブ来たやつが結構来るわ。うん、見てて大急ぎで着替えてた。あ、本当に？ありがとうね。最高でした。うん、ライブ来たやつがやっぱなんか結構いっぱい来る。あ、全然いいっす。あと、ありがとう。最高でした。また来るね。はい、また、うん、ありがとうね。また僕もいます。うん、ありがとうな。ありがとうございました。うん、ありがとう、ありがとう。ライブ来たぜがみんな来る、これみんな来るんじゃねえか、本当にここに。いや全然いいけどさ、うん、土方に失礼、うん、すいません。男多いなってないが、いや男でも女でもな。はあ、こし、まあ坊主もけど、まあやりたいよ。うん、いや警戒するっしょ。コレタンに楽曲提供するの、いやだからコレタンに楽曲提供、だからコレタンに楽曲提供、これコレクトっていうアイドルグループやってんじゃん、コレタン。これこれ、あいつ、あのバカ、あのあいつね、あのキング、ツイキャス王がだからコレクトっていうアイドルグループやってるから、なんかだから俺は楽曲提供するよって言って、でもってあのうちのリスナーが、うちのコレリスがコレコレにそれを伝えたら、あのコレコレがの子はもう天才で昔からね友達だからのぜひ任せたいっていうね、コレタンが言ってくれてるらしい。だから実現するかもしれない。でも俺さっき DM コレコレに飛ばしたんだけど、まあだからうまくそれが実現するかは分かんない、まだ。だからさっきも言ったように、これこれは記憶喪失とかさね、車にひかれてさ、何があるか分かんないじゃん、これこれの人生も。そん時は実現しない。うん、でも結構実際だって言ってたんでしょ、これこれ曲は残念だったからのこは協力してやれ。えっ、これこれ曲残念だったんだ。うん、いやでも俺はねマジで本気でやるから、いやそこは冗談とかなしで、うん、ちゃんとやるから。うん、リアとつないよ、不吉なこと言うねって刺されたりな、いやこれこれまあまあ、いやまあそういうことは言わないよ、冗談だけど。うん、いや本当に本当に、うん、いやそこは真面目に本当にやるから、曲はもう作っちゃえばいいよ。いやけど俺コレクトってコレコレが作曲してた、ちょっと待って、コレタン曲作るんだ、じゃあちょっと待って、それ教えて、ぜひしてほしい。曲作り天才って言ってたよさっきの配信で、で言ってたんでしょ、だから俺に対してコレコレがさ。いやでも全然それありがたいし、こっちも本気でやるよマジで。いやまあこれは本当にマジで、うん。これこれって あいつ曲作り、でもさあいつさ、なんかさピア、なんかさシンセサイザーをさ、なんかさ使、なんかやれ、なんかさ自分でスタジオ持ってやってるってのは聞いたけどさ、曲作りはしてない。どっちなの、あのコレリスいるっしょ今、コレリスちょっと教えてよ。この前ラップ作って、この前ラップ作って、なるほど、いい曲作れないから大島にこび出した。いやだからどうなの本当に、歌うまいよこれこれ。いや違う、これこれって曲作ってんの、あプロデューサー、曲作ってないんだ、コレクトの曲、あ知らん人が作った曲って、あなるほどね、ただのプロデュースだけなんだね。あーなん作ってねえじゃん、うん、作れないよ、作ってない。まあ一緒に、そう一緒に歌ってるってのは聞いた、これこれがね、あのコレクトのアイドル5人衆と一緒に歌ってるってのは聞いたわ。うん、そう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 、知らん人ってないや、知らん人ってこれこれもよくわかんない、なんか適当なやつでそこら辺の一般人に頼んでんじゃない。そうやったら俺に頼んだ方がいいよね、実績があるね、僕みたいに進撃の巨人とかさ、恋は雨上がりのようにの映画の主題歌とかさね、あとは電波女と青春男のさ
ね、あとはさ、ね、モーニング娘。とかさ、ももクロとかにも楽曲提供したしさ、俺みたいにね、やっぱ実績がある人がやっぱ入った方がいいよ。そうすれば絶対、あとはこれこれの力があればオリコンには入ります。うん、これこれの知名度があれば、そう、実績すごいよ俺マジで、これはガチだから。あのこれこれの知名度があれば、あいつがちゃんと宣伝すればコレクトをね、うん、絶対にいいとこまで行く。うん、マジで、うん、マジで進撃の巨人マジでって何が。いや、まあ、いやそれ本当です、本当にマジマジ。第2期前回、今第3期はあれなんかね、ハイドさん、ハイドさんとヨシキがやってるけど、第2期のエンディングは俺だよ。あ、今やっぱ結構初見の人多いのかな、やっぱこれなんかこれこれこれの名前使ってっから。あの初見の人3点セットしてね、俺これガチだからね。あれ進撃の巨人の第2期のエンディング曲作ったの俺だからね。うん、進撃の巨人のあの作者の人に俺愛されてるから。あと恋雨、最近だったら恋は雨上がりのようにの劇場版の主題歌、うん、主題歌作ったの俺だから。うん、 CD ショップ大賞、準大賞、いやいや、だから実績はちゃんとあるんだよ。うん、カンタはってのがすげえ、うん、いい曲フロントメン残さんの方が良かった、どういうこと。まああとはまあいろんなね、だからあとアイドルに、アイドルにもももクロとかね、ね、やっぱさ、あのさ、あ、なんかね、ポメポポポポポポなんかポポポポポポロクロイス物語とかいろいろやってますから。 OS 宇宙人、進撃の作者だいぶ前からブログで好き言うてたもんね。そう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 、だから進撃巨人の伊沢山先生がお、なんかやっぱ新生かまっちゃん俺のバンド好きだから、その流れでだから前回第2期のエンディング俺に来たんだよ。結構知んない人いるんだやっぱこれ、今わかんないけど、まあまあまあ確かにね、あの初見の人もいるのかな。うん、だからこれからね、まあこれリスが多いと思うけど初見の人だからこれからね、これこれたんのこたんでやってくから、これたんのこたんでコレクトをね、天下天下取るから。ミュージックステーションね、タモリ、おいお前本当にさ、グラサンかけてる場合か、おいタモリなあ、俺とこれこれの力でそのグラサン本当にさ、もうそのままグラサンかけたままにしてやるぞこの野郎なあ、タモリ。うん、だからね、天下取るから、うん、紅白出してほしい。うん、タモさんノコレクト、いやいやノコ寝るね、おやすみなさい。はい、うん、いやタモさんディスってないよディスってない、ディスってない、ヘキトラの曲めっちゃ良かった、ありがとうございます。うん、そう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 、いやでも本当に何があるか分かんないからね、本当になんか、まあまあまあ本当にね、うん、今日めっちゃ楽しかった、あ、ありがとうございます。はい、初見です、今日ありがとうございます。M ステリクエスト、のこさんのせいやじさ、まあまあ、ね、ぐるぐる回ってるしかぐるぐる回ることしかできねえだろホテルに帰りてえけど、はホテルに帰ったらあのマジで壁ドンどころじゃなくてマジ鉄パイプでドンされるんだからよ。ホテルに帰って雑談してよ、俺寝ながらよ、ベッドで寝ながらグダってしながらよふざけんなよ俺だってホテルに帰りてんだよでも充電がなくなってきたからそろそろ帰ろっかな。でもめちゃめちゃさ静かに喋ればさ大丈夫かな。うん、家出した中学生かよ、ほんとだよなマジで、うん、ほんとに徘徊だよもう、ただってか不審者じゃん俺今気づいたんだけどさ、俺不審者じゃん、ただのぐる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 岡山駅近辺ぐる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 回ってマジで不審者じゃん単なるさなあ、モテキ、あ、ね、うん小声で、小声だったら大丈夫かな、ひそひそ声で話したら大丈夫かな、ベッドでね、ホテルちょもう人いないね、あ、まあトツもね全然もういいよ、とりあえずもうホテル戻るわ、充電もねえし、はあ、ちょっとまあコレタンの話はまたね、ちょっとあの実際問題これこれのやつは、コレクトの話は実際問題どうなるか分かんないんで、これこれと DM 取り合ってあのどうなるか分かりません。まあちょっといや、このテロップ競争、はい、あとはね、のこさんの生配信見たからツイッター登録しました、うらいうらいうらいよ君、はい、帰ろっか、帰ります、あ、青信号、はい、久しぶりに見に来た、えらいえらいえらいよ君。
えらいよ、うん、そんな壁薄い、めっちゃ壁薄いらしい。ホテル配信してくれて、うんうん、ホテルバレちゃうよって、もうバレてんだろ、もうさ、もう何でもバレてるよ、もう何でもバレてるよ、そんなもう。ホテル配信しますかって何が、このまま配信し続けるよ、うん、今来ました、伏せて伏せてって何が、これこれ喜ぶって、いや俺いや俺結構真面目に曲作るけど、ね、わかんないよ、何え、何このねえゴミみたいな、うん、なんかうんこみたいな曲とかさ言うかもしんないじゃん、ねえツイキャス闇ニュースにするかもしんねえじゃんな、ああーお疲れ様です、あざす、あ今日ライブ来てくれました、あーあざす、あざ、あはいはい、あざす、あざす、はい、あざざす、はい、あーなーになにって、まあ何でもいいけど、でもまあまあちょっと言ったって、まあ、あれあーこっちか電波ソング作っちゃう、あちょっと俺一回マジで、俺マジでね、あのね、結構一回、まあそのお前らの、お前らやっぱこれリスナーのやついるかもしんないけどさ、今さコレクトのことをもうちょっと俺調べたいわ、コレクトのことを、うん、あんまり俺そんな情報ないんだよね、何も買ったよ、もう飲んだよ、うん、トッツオーってないが仕方ないじゃん、うん、それは場所バレてんだから、待ち伏せしてるでしょ、コレクト、私もコレクトわからん、まあお前らは別に、まあまあまだしなくてもいいけど、俺がまずしないとね、うん、イメージしてね、今どこにおんのって、今はな、え、どこだっけ、おかしまじゃねえ、岡山、うん、お疲れ様です、自転車でわざわざ、あざす、はい、めっちゃ寒いっす、あ、いや、めっちゃ寒いっす、あざす、あー、お疲れ様です、はい、もうすっごいな、なんかめっちゃ来んな、ほんとに、うん、チャリで来た何自転車来んだよ、ほんとには、うん、チャリ族、トツオイの占い師、うん、コレタ歌うますくて好き、うん、充電がもうねえんだけど、ほんとには、うん、めっちゃ来る、完全にバレ、うん、充電がねえ、ほんとに、後でちょっとホテルでやっていい、うん、うん、みんな勇気あるんだな、パジャマ歌うまいんだ、うん、トツ嬉しい、充電残り 10% しかない、初見地元歩いてびっくり、おやすみなさい人気者、ホテルで声怒られるのかな、ちょっとわかんない、うん、ちょ俺もホテルバレ、まあホテルバレは別にしてもし、まあしてもしてもまあ よくないけど、そろそろホテル着くんだよ俺、なんだな、言っても小声でできる、わからん、小声でできるかちょっとわからん、一回試してみて、岡山住んでんのに、うん、壁ドング充電、うん、超サイレント配信で充電味、ホテルまでは来ないでしょ、いや ホテルまで来ないけど、もうホテル近いんだよ本当に、ホテル配信無理です、パイプの来たら、えびっくりした、俺じゃねえのか、全部俺自意識過剰なの、俺かと思っちゃう、本当にさ、もうバレてるし、無言配信、うん、あ、びっくりした、俺じゃねえわ、タクシーやった、うん、ビクビクするよ、ちょっとこいつミックスボーイ充電が、うん、この縁すごいな、あ、今日疲れた、ほんとホテルの前大丈夫？知らねえよ、大丈夫だと思うよ、てかホテルバレはしてないと思う、さすがに、うん、ホテルバレはしてないと思う、うん、ほんとだよ、お疲れ様です、うん、なんでほっぺに芋ついてる？わかんねん、え、ちょっと待って、これじゃあ最後にお茶バックタイムやってメモって、その後ホテルからちょっとやろっかな、ちょっと、うん、そろそろお茶バック一旦切り、お茶バックタイム来るでしょ、そろそろこれ多分、うん、ライブお疲れ様でいい、寝ろよって、一旦切り、わかんない、一応一旦切り、うん、ホテル前にいたらどうしますって何か、帰れって言うよさあ帰れって言う、ホテルは別に大丈夫だと思うけどね、マジで逃げられてきた、お茶タイムねえじゃん、待ってもう切るわ
おう、お、お茶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 タイムじゃねえじゃねえか、この野郎。なあ。うん。よかったわ。はい。じゃあまたね、後でやりたらやります。はい。再開待ってんね。はい。ありがとうございます。はい。